こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン、オーストラリア。今、アマゾン、オーストラリアを始めるのが、ベストなタイミングのわけ。おじいさんは、山に洗濯に。おじいさんは山に芝刈りに。おばあさんは川に洗濯に。山に芝刈りに行くのは当たり前。川に洗濯に行くのも当たり前。 山に洗濯に、川に芝刈りに行ったら仕事がはかどらない。物販ビジネスで儲けるには、品物を安く買える場所で仕入れて、品物が高く売れる場所で販売する。物販ビジネスで儲けたいのに、品物を高く仕入れて、品物が安くし、安くしか売れない場所で販売するのは不自然。ところが、物販ビジネスでは、この不思議なことをしている人が多い。 景気というのは結局働く人が増え続ければ良くなる。日本の人の、日本の働く人の人口、えー、もう減り続けています。一方、オーストラリアの働く人の人口、増え続けています。上りエスカレーターに乗れば立ってるだけで上の階にたどり着く。下りエスカーに乗って、エスカレーターに乗っていると頑張って歩かないと。 上の階にたどり着けないし、障害も多いと。ごくごく当たり前の事実です。オーストラリアアマゾンを始めて、上りエスカレーターに乗りましょう。ここをクリックすると、どうやってオーストラリアアマゾンを始めるか、その申し込みページにえーたどり着きます。サポート費用、それからオーストラリアでどんな商品が高く売れるかご紹介しています。今この、動画を YouTube で見ている方は、ここをクリックしても何も起こらないんでね、動画の説明欄の URL をクリックしてください。もう少し説明します。オーストラリア人は世界一の金持ち。スイスを抜いてオーストラリアが世界一裕福な国になった。オーストラリア人は貯蓄をしない。それでも世界一の資産家になった理由は不動産と株の値上がり。 働いて家を買って住んでいるだけで裕福になれる国オーストラリア。何もしなくても住んでいるだけで裕福なので財布の紐は緩い。オーストラリアアマゾンが稼ぎやすい条件が揃ってきました。オーストラリアが水イスを抜いて世界で一番リッチになったという、えー、ニュースです。 オーストラリア人はスイスに追いつき普通の人の裕福さで世界一になった。典型的なオーストラリア人は世界の他の国の典型的な人よりも豊富です。豊富ですと言うかですというう味ですね。オーストラリアはクレ,クレディスイスの2018年のグローバルウェイスレポートで金曜日に発表されたスイスから成人あたりの平均資産額が最も,最も高いという世界的タイトルを取った。 オーストラリア人は比較的豊か,であ豊かであるばかりでなく、富は他の多くの国よりも人口全体に均等に分布しています。これどういうことかというと、所得格差が少ないと。えー、平均が非常に高い。かといって、えー、所得が低い、すごい低い人が、えー、いるわけじゃないと、ね。所得がいきなり高いところから始まって、貧富の差が少ないということです。 資産額は居住用不動産、預金、株式及び年金を含む全ての資産の総額から全ての債務を差し引いた金額です。その結果、オーストラリア人の中間者は27万ドル、スイスは18万3339ドルの純資産を持っていることになります。そんなオーストラリア、200億円のマンションが売れました。財布の紐は緩いオーストラリアで稼ぐと。 不動産価格ね、上がり続けてますんで、まあ、オーストラリア人でね、家を持ってたら大抵億万長者になってます。都市部で、えー、シドニーだのね、えー、メルボルンのいい場所で、えー、不動産を持ってたら、まあ、シドニー、メルボルンだけじゃないですね。えっ、ー、と、パースもそうですね。うん、アデレードはどうなのかな。まあ、えー、シドニー、メルボルン、パースぐらいの、えー、いい場所で家を持ってたらもう億万長者です。そして、 人口が増え続けていると。これ先進国では非常に珍しいことです。人口がどんどん増えています。そんな国ですから、217億円のマンション、ね、販売して何分だったかな。45分かなんかで完売と。で、200億のマンションって何って感じなんですけど、まあ日本にいるとね、もうちょっと、なんか金額がよくわかんない。そんなマンションあるかという感じなんですけど、 シドニーには今回これでできて200億円のマンションすぐ売れましたでロンドンパリニューヨークロンドンパリニューヨークそうですね香港、えー、あたりにはまあ200億円の不動産あるいはマンションっていうのはまあ普通にあると例えばロンドンでもこの中心部にマンダリンオレンタルが管理するアパートワンハイドパーク 一番安いもので6億5000万、高いもの百253億円という、えー、アパートがあります。片や日本、超高級マンションと言いながら15億円、もう一桁、寂し,く寂しいというかね、まあ、15億でも十分高いいいマンションですけど、ただ一桁少ないと。あるいは8億円で最高級マンション。 まあ日本の中だと高級品だねって感じですけど、まあ世界の中では、まあそれで高級って言うんだというようなね、えー、金額も、この金銭価格が日本はね、30年前と変わってないんで、だいぶ世界の他の国とは変わってます。さらに、まあこれはちょっと系統が違いますけど、オーストラリアの、えー、すごいね、えー、ところ、呆れたニュースがオーストラリアから飛び込んできました。マレーシア出身のクリスティン・ D は、 今から4年も前に、ウエストパック銀行から誤って4.6億ドル、約5億円を送金されました。これ、桁間違えてますけどね。4.6億ドルだったら5億円じゃなくて、えっ、ー、と、1桁多いですね。1桁増えるはずです。1億ドルで、1億ドルで80億円ですから、4.6億円だったら400億ぐらいですね。 気づいたクリスティンは銀行に黙って毎日5000ドルを引き出しては別の口座に移していき、1年間でなんと330万ドルも使ってしまったのですと。3億7000万使われるまで気づかないというところがね、これはオーストラリアがね、金持ちというよりは、オーストラリアのね、いろんなシステム、ザルが多いと、なってないのが多いと、本当に管理してるのかということが多々あるんで、ちょっと系統が違うんですけど、ただ、ウエストパックが5億円。 ね、プレゼントと。まあ、別にプレゼントしたわけじゃないですけどね。えー、毎日毎日引き出して使っちゃったと。それは使えますよね。普通の。まあ、普通の人は使わないか。まあ、でもあの、使う人もいるだろうというような事件がありました。まあ、そんなオーストラリア。アマゾンオーストラリアで売れて儲かるもの。なんと折り紙が1万円で売れると。ね。折り紙。100円ショップでいくらでも売ってますよね。まあ、それを霧の箱に入れたら、 えー、キリの箱に入れてね。まあもちろん一組じゃない何組かですけど、で、キリの箱に入れて1万円で売ったらもうこれ決まってると。制約してると。折り紙1000枚。木の箱、風呂敷。まあこれをセットにして日本で1万円で売れるだろうかと。ねまあ、逆に売ったらクレーム来そうってうか、まずクレーム来ますよね。まあ、原価これはもう2000円ぐらいじゃねえかと。5倍も売ってぼったくり上がって。まあ苦情の嵐になりそうな感じですけど、オーストラリア、アマゾンでは普通に売れてます。 まあ、折り紙。まあ、日本だとね、まあ 3,、32000円ぐらいですよね。その他、アマゾンオーストラリアで売れてもかるもの。ベイブレード。ね。これおもちゃやっぱ強いと。1328円のベイブレードが45.69ドル。約3倍で売れてます。まあ、こんな値段で売れるのかとね、えー、驚くような価格で売れるのが、オーストラリア市場の魅力です。そんなオーストラリア。もし、ね。えー オーストラリアにそっか旅行。じゃあ一度旅行でオーストラリアがそんなすごい、どんなすごいのか見に行こうかなという場合のね、シドニーでモチベーションを上げる視察方法と。シドニーでオーストラリアの物価と貧弱な品揃えを確認してアマゾン出へのモチベーションを上げる視察方法。まず、シドニーに出発する前に日本でやること。過去3ヶ月に買い物したもののリスト作りと。 えー、自分が過去3ヶ月に何を買ったか。ねえー、食べ物も買ったでしょうし、もしかしたら日用品や家電も買ったかもしれないと。まあそういうものをリストを作っていくと。で、シドニーに入って調べると、シドニーでは同じものが手に入らないか、数倍の価格で売ってることが確認できます。それから、弥生県でご飯を食べる。ね、シドニーでは日本の弥生県と同じメニューが数倍の価格で提供されることが確認できます。それから、 一風堂でラーメンを食べる。シドニーで、シドニーでは同じメニューで味は落ちますが、倍以上の価格で提供されていることが確認できます。同じ味じゃなくて味は確実に落ちます。なのに値段は数倍です。倍以上です。さらにもっと言うとね、日本みたくラーメンだけ食べておしまいとかね、せいぜい飲んでビールって感じじゃなくて、ワインとか飲んでね、かなり居酒屋感覚で使ってる人が多いんで、 注意してみれば客単価が全然違うってことにすぐ気づくと思います。それから IKEA に行くと。これ IKEA 最近ちょっと状況変わっちゃったんですけど、以前はね、シドニーは日本から運んだ商品が数倍の価格で売ってることが確認できたと。今結構ね、日本から持ってって数倍で売るっていうのをね、どうもやめたみたいです。えー、おそらく さすがにその金額だとアマゾンが上陸したんでね、売れにくくなってちょっと方針変えたのかなという気がします。まあ、それからダイソーに行くね、シドニーでは日本より少ない品揃えで2.8ドルで提供しています。ねえー、品揃えはすごい貧弱。値段は約2.5倍。そんなこんなでシドニーにいて物価と品揃えの視察。ねえー、続きがありまして、 デパートやいろんな小売店、シドニーの小売店は基本7時で営業終了です。7時で営業終了だからね、6時45分に行って買い物できるかって言ったら、6時45分に行ったらもう閉店のね、準備してますんで、えー、買い物できません。それから、毎週木曜日が午後9時まで営業してます。だからね、えー、夜しか買い物行けないとか夜買い物行きたいって人は木曜日に行くしかないと。土曜日、日曜日か木曜日に行かないと、さらに人は少ない。 ガラガラ、この人件費、高い人件費を払うのもあって、物価が高いんだなということがよくわかります。まあ、これ、メイヤーズとかね、えー、この辺行くと、まあ、そんなのが確認できます。そして、世界の、ね、小売業ランキング上位10社。オーストラリアには、この小売ランキング上位10社の企業ね、えー、この10位内で進出しているのは、アルディと、 ヨーーーロッパパ系のスしーーしか進出してないです、まあ、今回アマゾンが上陸しましたけどねそれ以外のメジャーどころはオーストラリアには進出してない非常にこの小売とか、ね、ネットショッピングの空白地帯というかあのライバルがほぼいないという状況になります IKEAIKEA もこのポツポツとしかなくて ダイソー。まあ、ダイソーはちょぼちょぼありますけどね。えー、全く品揃えは貧弱ですし、人気商品は常に品切れです。そして弥生、やよいね、生姜焼き、ポーク、定食。17.8ドル。約1500円ですね。このように、オーストラリア人が何を買っているか、見て売れるものを探る。これがオーストラリアの場合は通用しないです。なぜなら、えー、商品が少なくてろくなものがないと。ね、何しろ、 ものがあ、えー、って、高く売れてんじゃなくて、その、ろくなものがなくてね、まあ、いいものを買うんだと、まあ、こだわる人は今までね、eBay で買ったり、イギリスアマゾンとか、えー、US アマゾンから買ってましたけど、オーストリア国内でね、ちょっといいものとか、すごくいいものとか、こだわりのもんっていうのは買えません。売ってま、売ってないんでね。で、 だから海外で売れてるもので ebay やらね、えー、なんかで制約をチェックするとか、オーストラリアアマゾンでちょっとその下の欄から出していってどんどん関連を掘っていくとか、いう探し方をしないと、えー、商品探せができない、ね。日本やアメリカのようにいくらでも取引あるわけじゃないんでね、えー、そういうツールとかね、えー、データセンターもないです。何しろ取引がないんでね。えー、だから、えー、オーストラリアに置いてない日本メーカーが作った商品売れるんですけど、 これは手探り、または私のサポートを受けながら商品を探すことになります。輸出ビジネスは儲かると。しかし、初心者は儲かる商品を探すのが大変です。でも大丈夫。オーストラリアアマゾンなら簡単に儲かる商品が見つかります。これオーストラリアドルです。10ドルが870円というのは、オーストラリアのものを反映してない単なる数字と。まあ、物価がわかる実際の消費行動に当てはめてみます。 シドニーの物価。5ドルでペットボトルの水やコーラが買えると。20ドルで安いランチパックが買える。40ドルで弥生家の定食を食べてビールか安いグラスワインが飲めると。いうのがね、シドニーの物価感覚。で、これを東京での物価に直すと、物価というかね、東京で同じことがどうできるかというと、えー、5ドルって約440円なんで、440円だとペットボトルの水やコーラが3本買えます。で、 1740円、約20ドルね、20ドルで安いランチパックがオーストラリアと買えますけど、日本だと安いランチ弁当3人前買えます。さらに40ドル3480円だと3人で弥生圏の定食を食べてビールが安いグラスワインが飲めると。ということは、もうそもそもこの辺の物価、基本的な物価がすでにシドニーは東京の3倍です。 だから3倍で売れるものを探すというのは非常にたやすいということが言えます。何しろ、ね、オーストラリアの世帯年収が日本の約3倍と、ね、所得も物価も全部3倍ということですね。これはあの、オーストラリアのスーパーのパートの時給です。ね、えー、全部20ドル以上、まあ19.28ドルってありますけど、で、日本みたくサービス残業とかね、 15分前に来て、あの、時間からきっちり働けるようにとか、えー、急に土日出てとかね、残業してとかいうのは一切ないです。なぜなら、えー、土日は基本的にパートの給料2倍とか2.5倍に上がりますし、えー、急に残業させるのは協定違反、えー、できません。えー、そんなこんなんでね、もう全然日本とは、えー、労働環境が違います。一方日本、ね、時給950円とか1050円とか、 書いてありますけど、まあ、土日働いても変わらないということですね。まあ、時給だけを見ると、えー、大した違いはないように見えますけど、実態は3倍以上の開きある。これ平日、夜間はね、どん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 増えていって、パブリックフルデダーに働かした日には48.2ドル。ね、えー、レジの、レジの人の時給は4000を超えてるわけです。まあ、そんな、そんだけ物価が高いがね、えー、当然日本と同じような金額で物を売れるわけがないと。 ということです一方、日本の平均年収は420万円。オーストラリアの最低賃金。日本の平均年収はオーストラリアの最低賃金より低いと。オーストラリアの平均年収は 7, 7万ドル。しかも、共働きが多いので、共働きしやすい制度になってますので、世帯年収は13万ドルぐらいです。なぜ共働きができるのか。平均勤務時間は週37時間です。 ですんで、朝8時から10時、好きな時間に出社。なぜなら、子供を学校に送ってからが、えー、会社に行くというスタイルが普通なんでね、あの、子供は親が学校に送っていく必要がありますんで、えー、そのための仕組みになっていると。で、ランチは最低1時間、自分の好きな時間に昼休憩を取れます。ランチビールはもちろん、ワインボトルを開けている人も多いです。そして、夕方4時から6時の間、好きな時間に記者。 子供を学校に迎えに行くことは可能っていうかね、これ、送り迎えは親の義務なんで、えーまあ、その親の義務を果たす、えー、邪魔になるようなシフトをね、組むことは企業には許されないということです。あの仕事優先じゃなくてね、何、えー、ですかね、家庭優先なのがオーストラリアンスタイルです。まあ、そんな形で、大した苦労もなく、高収入を得られるオーストラリア人は、金遣いも荒い人が多いです。 世帯年収1400万円で貯金ゼロというのは普通にあるケースです。高収入で物価高なオーストラリアなら日本で普通に売っていたものが3倍で売れます。日本人が物販で稼ぐなら輸出だろうと。なぜなら日本の輸送品質とコストは世界的にも例を見ないほど安くて高品質。この恩恵を生かせば儲かる商品を見つけて熱烈なファンを見つけるのに役立ちます。 どういうことか一例をお見せしましょう。本日、オーストラリアからアメリカに2 0 6ムの荷物を送りました。日本と同じスピードの EMS で送ると送料は4倍です。これ日本だと3、4日で届く EMS が2000円で送れます。アメリカね、206g ですか最低料金のこの2000円で送れます。一方、オーストラリア。 2, 2営業日でつくクーリエが8000弱。2営業日っていうのはね、荷物を出した日は数えません。そして土日祝日は完全休業です。だからつまり、3、4日で届く日本の EM サービスは、この一番早いサービスと同じスピードになります。その他ね、4営業日で届くエクスプレスが4000円。4営業日といってもこれ荷物を出した日は数えないの一緒です。 で、土日祝日は完全休業と。例えば金曜日出すと月曜日まで郵便局にあります。そして火曜日に海外向けの飛行機に乗ります。4営業日とは1週間で届いたらいいなという、えー、意味です。まあそういうね、品質、品質というかね、輸送コストも非常に高いというのがオーストラリアのスタイルです。まあ結局ね、EMS、その4営業日ので発送しました、私は。それから、 ね。ご営業日で届くスタンダード。これだと、日本の EMS より少し高い2500円強。ね。受け取りサインオプション4.99ドルを加算。これサインオプションを付けるとね、えー、2500円弱。で、何度も言いますけど、ご営業日といっても、荷物を出した日は数えません。そして土日祝日は完全休業です。さらに、スタンダードのシーンは、忙しい時は後回しにするという意味です。ですからね。 あの、荷物が多かったりして、コンテナに入んないとかね、郵便局の集荷のカゴに乗らないとか言うと後回しにされちゃいます。まあ、日本の郵便だとサルビンに近いかもしれません。これ一週間で届かないってことはもうザラにあります。日本の EMS より安い商品は追跡番号がつかないので発送に使えません。日本と違って海外の郵便の付着率は高いです。 早く届けても大した送料がかからない。過剰なまでの放送で送っても大した送料がかからない。これはリピーターをつかむ戦略。過剰なまでの放送で素早く送るのにとても有利です。資金力に余裕のあるコレクターを数人リピーターにすれば輸出ビジネスは笑えるくらい楽に儲かります。大した商品知識はなくても今年アマゾンが物販を開始するオーストラリアアアマゾンを使えばチャンスは十分にあります。日本アマゾンなら 一日で届けてくれる商品を EMS でオーストラリアに送ると。近所のドラッグストア、スーパー、デパート、マンダラケ、東京ハンズで購入した商品を EMS でオーストラリアに送る。こんな誰でもできることをきっちりこなすだけで数年は稼げます。こんな美味しい市場に参入できるオーストラリアアマゾンの物販が開始されました。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。 日本に住んでるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。